ますということで、今日ね、皆さんにご紹介する本はこれです。がむしゃら1500キロということで、これ書いたのは浮谷藤次郎という方でして、まあオートバイの好きな人は知ってみえるかな。まあ、そうでない人はあまりご存じないかもわからないです。結構以前の方です。はい。でですね、これが浮谷藤次郎さんということで、ね、私が生まれる前に、この原付ね、50cc で東京と大阪、まだ道もしっかりと整備されてない頃に往復の旅行をしたという、当時まだ若干まだ20歳前かな、結構若いですよ、これは。この方は23で亡くなってるんですよ、レースで。まあ、それは車だったんですけど、車のレースで亡くなってるんです、これはね。まあ、それまで、まあ、お父さんが車の方の関係者やってたかな。というところで、車大好き。私、俺も大好きということで。で、この東條さん、まあ、俺様の宝石さという本があって、それを読んで感動して、まあ、この藤次郎、浮谷さんが、少年青年時代にとにかく大阪、ね、関東から大阪行って帰ってきたという、そういう旅行記なんですけど、まあ、いろいろとね、こう、なんかこう青春のこの、なんていうかな、こう光みたいなものがいっぱいあって、オートバイ乗っている人はわかるかなと思うんですけど、当時原付自転車の制限速度が25キロということで、昭和30年代かな。で、行ったのは1957年だから昭和32年に行って帰ってきたと思いますけど、その1500キロのね、往復、その行程でいろんな方と出会ったとかいう、そういうことが書いてあります。で、これは読んでもらえば一番わかるんですけど、いろんな人と出会ったということで、この人は非常に活動的な人でね、これはお父さんと藤次郎さんと、いうことで、オートバイに乗ってた後にまたレーシングドライバーになったんですけど、この浮谷さんっていうのは、そこで事故で、レース事故で死んじゃったということなんですけど、非常にこう感性の鋭い人で、こう見るからに高男児というか、怪男児というか、気持ちのいい男です、この人は。文章読んだらすぐ分かりますよ。文章が非常に、センスもあるし、なんか青春のこういう輝きみたいなものもあるし、非常にこう真摯な、大変にこう物事をまっすぐ見て、嘘は大嫌いという。非常に青年の本当に、なんていうかな、そういう素晴らしさみたいなのが出てます。ね、昔から乗り物好きということもここに載ってますね、ここにね。でですね、出発の前の写真を載ってますけど、ここに。当時かっこいいですよ、この、なんていうかな、いたちは、なかなか。表紙もこうなんですけどね、やっぱり。で、これがですね、あちこち行って帰ってきたということで、これアメリカなんかも行ってきたということで、ね、その後でね、アメリカ横断往復という旅もやりました。大体このお金もある家なんでやれるということもあるけど、本人のガッツというか相当なもんがあるので、それはね、やったってことなんですよ。で、これはぜひですね、一回本当に落ち込んだ時に読んでみると、なんか元気出るっていうか、私も落ち込む時もあるんですけど、こういう昔読んだ本で感動した本をですね、結構こう読み直して、元気もらうということでやってます。本がなかったらかなり落ち込んでる人間だったかもわからないんですけど、本のおかげで救われた部分が随分たくさんあります。丸山健二先生の本を読んだりとか、この浮谷藤次郎
さんの本を読んだりとか、ね、まあ、これがですね、ホンダ S600、まあ、マークーに乗ってたんでカラスと呼ばれてた、これで亡くなったっていうことなんですよね、レース中に。まあかっこいいですよね、これ今見てもなかなかホンダ S600、うん、私が中学校行ってた時かな、なんか担任じゃなかったんですけど、教員でホンダのクーペ乗ってた人いましたよ。めちゃくちゃかっこよかったですよね、うん、その時トヨタなんとか800だったから、あれ乗ってた人もいましたね、そう確か。そんなこんなでこれが、まあ、ありし日の育ちということで、はい、まあぜひね、皆さんもね、まあ、特に男の人、これ気分がダウンしてる時にいっぺん読んでみてください。がむしゃら1500キロ浮谷藤次郎さん、ね、私は新潮文庫当時220円ということがつく、はい、まあ、昭和で買ったんですけど、昭和の時代にね、後半にね、はい、そんなわけで皆さんまた次回お会いしましょう。